どうもネオジャパネスクでーす。今回僕たちですね、お知らせが大事な大事なお知らせですね。大事なお知らせがね、はい、さあ今回お知らせさせていただくのはネオジャパネスク第64回グラミー賞にエントリーが決定しました。イエーイ。エントリーがあって、はい、ノミネートがあって、はい、そこから受賞に至るわけなんですけど、うん、受賞するとなったらもう僕たちはアメリカに行かなきゃいけないんですけど、そうね、ね、頑張って皆さんに手伝って応援してほしいことがたくさんあるんですけれども、はい、まあその4部門の中ですごく重要になるのが、まあ、2つの部門今あるんですけど、はい、アレンジ部門っていうのと映像部門っていうこの2つの部門がありまして、はい、こちらの方に全米リリース3枚目のソウルの中のアメイジンググレイスが2つの部門に今エントリーしているという状況なんですけど、僕たちのこの YouTube でもね、うん、あの流れてる PV PV ミュージックビデオが今流れているんですけれども、はい、そちらの方を皆さんぜひ見て拡散してコメントしていいねをしてっていうね、皆さんの努力が僕たちのまず第一歩エントリーからノミネートにつながると思うので、ぜひ協力していただけたらなということですね、はい、これすごく重要なことなんでね、お願いしますぜひ ね、 ね、はい、まあ、なんでね今回ね、うん、このラジオ、はいはい、子さんのメンバーでね2人で一期生のね一期生AKB みたいですね、そうそう、なんで出てるのかっていうのも、はい、僕たちやっぱ長年ねこのグラミー賞っていうものは挑戦し続けてきたのでね、うん、まあこの苦労が一番わかる2人ということでやっとここまで来たなって感じなんだよね。本当ですね、長かったですね、うん、なんかねもう10年経ってますからもう、はい、ネオジャパネスク始めて、まあ、これからもね頑張っていきたいし、はい、まだねエントリーでまだ第一歩なので、第一歩だ、ぜひ皆さんの協力をお願いしたいので、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあね僕たちこのね、うん、本当グラミー賞を目指して頑張ってきたわけですけど、うん、やっぱ日本で活動してるだけじゃね取れないんですよね、うん、ちゃんとアメリカで活動してないとやっぱアメリカの賞だから、うん、アメリカでね、そうだね、あの演奏活動をずっと続けてきて、いやいろいろ出ましたね、だから2万人のスタジアムで演奏したり、うん、5000人の体育館みたいなそういうホール、でっかいホールで、僕でも一番びっくりしたのが、はい、その2万人だったかな、出た時にさ、はいはい、なんか来週はこの方ですみたいな、あったっけ、なんかさ、あ、書いてあってなんか、うんうんうん、よく劇場に貼ってあるポスターみたいな感じでさ天井から吊るされてたんだけど、あ、はい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 、あのブルーノマーズって書いてあった、そんな、そうそう、見たいよね、え、みたいな、来週、みたいなそれが一番びっくりしたかな、ブルーノマーズ、あ、同じところに立ってるんだなみたいな、そっかそっか、そう考えるとすごいですね、そうそうそう、そうそうだそうだ、いやなんか客席から見ててもさ、本当米粒みたいな感じの楽器があったところに、うんうん、もうリハなしでそのまま臨んで入ってみたいな、入ってみたいな、で演奏してみたいな、はいはい出てみたいな感じだったんで、バッタバタでしたけど、そう、あれ結構衝撃でしたね。そう、でも俺はもうその演奏する前から、あ、ブルーノマーズ結構好きだからさ全然緊張感ないじゃんブルーノマーズ、そうそう、それが頭でいっぱいだった。いや、まあその頃から考えるとね、何回かアメリカも行かさせてもらってますけれども、はい、まあこのコロナがね早く落ち着いて、今の新しいメンバーでまたアメリカで演奏活動をねまたできますようにという願いも込めて、まあ、今回のグラミー賞しっかりと皆さんで応援していただいたこの力と共に頑張っていきたいなと、はい、はい、まとめに入ったなって顔したのじゃあね、これからまだまだ僕たちね頑張っていくので、ぜひね先ほど言ったようにアメージンググレース、うん、皆さん応援いただいて、はい、ぜひこのねグラミー賞次はノミネートに行けるように応援の方よろしくお願いします、はい、ありがとうございました。ネオジャパネスクでした。